足もめそうな感じになる。バラバラになる感じですよね。そうですね。これ石みたいなね。で、娘さんの方が足でしたっけ。あ、そうです。足のちょっとむくみっていうか、上半身があんまりお、はいはい、肉がつかなくて、いつも下半身にから、うん、高校生くらいの時から何もできる。どうですか、お子さん、僕との初対面。ちょっと恐ろしいですから。いや緊張する。はい、はい、緊張しました、緊張しました。電話いただいた時も緊張したって。ああ、そうだったよね。4つの筋肉で形成されてて、その半腱腰筋のここだけがパンパンに張って硬い。で、この1本だけを掴んで動くようにする。どうやるかっていうと、こう入ってって、この筋肉は硬いんで、これをこう横スライドで、なんだろう、この筋肉があった筋肉の周りを撫でてあげるような感じ。これ少し上上がって、これ半腱腰筋なんで、これを撫でてるんですよね。撫でてる。押すっていうのはこれが痛いでしょ。押すんじゃなくて、こう撫でてる。そうですよね、はい、これは痛いな。これはね、もものぶっとい骨と、ちょっと太めについちゃった硬い脂肪と筋膜をこう剥がしてるんですよ。ちょっと戻されてた。痛い。よくなるかな。痛い。これも左の3分の1ぐらい近いです。本当ですか。うん、軽く触ってるぐらいです。でも右のが痛いでしょ。ああ痛い。右痛いです。右は左に比べて3分の1の力でやっても痛いぐらい柔らかいので、足上げるとすごい骨盤にこう引っかかんないから軽いですよね。軽いです。すごい、お腹でこう引き上げてるようなイメージが出てくる。そうですね。あ、本当だ、すごい。で、上からこう覗いたら自分のだんだん前触った時も膝が出てくるでしょ。これ石みたいだね。これはね、僕はね、絶対取り除く。あー、やばいな。心臓が割れてもこれは絶対。それは困ります。やっつけるこんなもんでさ、動くのかなと思うでしょ。こう一生懸命動かしてるけど、おじさんがこの一生懸命出っ張ってから取っちゃおうかと思って動かしてるんだけど、動かない。動かないですよ。硬い。背中潰すのも痛いもんね。そうですね。この痛みを緩和させるには、やっぱり一回機械かけちゃった方が、機械で潰した方が手でやると痛いから。びっくりするよね。こっちはちょっと平ら、ここの肉がついて、こっちはもう結構揺れてる。いい。でもこの分厚さが5センチになって4センチになって薄くなってしまえば、痩せるわけじゃないけど流れる脂肪になる。
これね別にあの膝が痛いわけじゃなくてあの膝の周りの余計な脂肪とか老廃物をただ削ってるだけ。膝をちっちゃく見せる。3日ぐらいは本当歩いてても普通になんか山登りしたみたいに足筋肉痛になりますから。そうなんですね。うん、一回固まっちゃった筋肉を本当だったらバラバラに柔らかくなきゃいけないんだけど、それを固まったやつを一回分解しちゃってるんで、うん、歩いても筋肉痛って痛い痛い痛いみたいになるけど、もう4日後から全く痛くなくなっちゃう。で軽くなるので。喋って大丈夫です。今頑張れる。願い、願い。頑張りやすいですね。すごい。で今まであんまりこう出なかったのが、ここ触ってもらうともう分かるけど、ここポコってへこんでるでしょ。こういうところ。本当だ。うん、これもちろんふくらはぎのお肉じゃないですか、筋肉とか。で、これすねの筋肉じゃないですか。本当だ。え、境目がどんどん出てくるんで。完全僕じゃなきゃ無理ですね、これは。全然硬くない。硬さが何もない。あー、痛い。本当痛い。本当に痛い。本当に痛い。